今週の「神奈川ビジネスアップトゥーデート」は今注目のホテルビジネスを特集多様化する宿泊客に進化するおもてなしそして激化するさまざまな角度からホテルビジネスの未来を探っていきます こんばんばは日々進化する神奈川の最新のビジネス・経済情報をお届けする神奈川ビジネスアップトゥーデート番組のコメンテーターは経済ジャーナリストの内田さん、今週のテーマはホテルビジネスですが。はい えー、観光産業っていうのは不況の時代は非常に厳しい状況が続いたんですけれども、うん、まあここにきて景気回復さらには東京オリンピックっていうことで、はい、もうインバウンド2,000万人時代っていうふうになってきてもう今急速にですね注目されている産業なんですね、うん、なのでそこに注目していきたいと思います、はい、では改めて今週のテーマを見ていきましょうメインコーナーナはホテルビジネスの未来です神奈川県発祥のホテルグループの取り組みを通して見ていきます そしてビジネスの日絵はこの季節にぴったりのサービスが登場します明日しのコーナーもありますでは早速今週のテーマであるホテルビジネスについてこちらのボードで見ていきましょう、はい、まずはホテル業界全体の動きになりますこちら年間の国内の宿泊者数です 右肩上がりになっていますが、これだけの数が増えているっていうのはやはり注目ということ、ねうん。そうですね。もう稼働率がホテルの稼働率が圧倒的に上がっているっていうことですからね、うん。そして今回番組がスポットを当てるのがこちらです。神奈川県横浜市に本社を置く総鉄ホールディングス傘下の三つのホテルです。総鉄グループにはこちら相模鉄道などの運輸業や不動産業。 総鉄ローゼンなどの流通業などがありますが。ホテル事業としまして、去年9月にサンルートを子会社化して。こちら。三つのホテルの客室数を合算すると。業界第五位となるなど、勢いのあるホテルグループの一つとなっています。まずは、横浜ベイシャラトンホテルの宿泊者数獲得へのさまざまな取り組みを取材しました。 横浜駅の目の前に位置する横浜ベイシェラトンホテルタワーズ1998年創業地上27階地下6階客室数398室のこのホテル世界規模で展開する大型ホテルチェーンスターウッドホテルリゾートワールドワイドの一員で年間およそ20万人の人々が訪れています そんな横浜ベイシェラトンが仕掛ける一つ目の宿泊客獲得の取り組みは「シニア」がキーワード昨年7月ホテル内にある中国料理のレストランをリニューアル。ミシュラン一つ星を獲得した陳慶明氏を総料理長に迎えたほか平日の昼間にシニアのお客さんが団体で利用しやすくするために50人規模の半個室を設置。 新たな客層の掘り起こしを図っています。で、あのたまたまあの私どもですね、この立地がよっ。 横浜の西口とということもありまして西口のデパート等にです、ね、お買い物に来られる特にあのシニアのご婦人の皆様を中心にです、ね、お昼は特ににぎわっております将来的にもです、ね、このシニアの市場というのは非常に有望で私どもとしてはです、ね、将来的にはシニアの方たちの好まれるようなメニューの開発ですとか きめ細かなサービスこういったものを心がけて今まで以上のご利用をいただきたいと思っています続いての宿泊客獲得の取り組みは客室の中お水を使ったおもてなしフランス人のお客さんも絶賛する水の秘密はホテルの屋上に なんとホテル全館に大規模浄水システムを設置客室内の洗面シャワー浴室トイレで浄水の使用が可能にまあ外国人にとってですねやっぱり初めて訪問する国っていうのは特にお水については非常にあの関心が高いと思うんです。はい で今回浄水することによってもともと横浜の水はもう安全なんですけどもそれに加えてです、ね、特にシャワーだとかそれからお風呂をバスタブに使っていただいたりまたもちろんあのお水もです、ね、あの客室で飲んでいただいたらです、ね、あの非常にあの安心で快適にお過ごしいただけるというふうに思っております多様化する宿泊客進化するおもてなしホテルが今進むべき道は どこにあるのでしょうか。もさまざまな仕掛けをしているという印象が強いんですけれどもスタジオには横浜ベイシェラトンホテルタワーズの運営をする相鉄ホテルフレッサインを運営する相鉄院そしてサンルートこの3社のトップを務める鈴木社長にお越しいただきました。今日はよろしししくお願いしますお願願いいいいたたまますす、うん あのもう今ですねこう世の中はアベノミクスという流れで景気回復というまあ全くですねトレンドががらっと変わってきた中で観光業界っていうのはですねその中でも成長産業ということでもうにわかに注目を集めてきているわけなんですけれどもまあそういう環境の変化の中でいかがでしょうかその景気回復の実感っていうのは。実際ございます、うん、ますバブルがあじけましてね ホテル業界というのは大変なでしたよねでようやくここに来ましてまあ,あの少し景気が上向いてきたかなというところにそのインバウンド特にアジアからのインバウンドが急激にこの2013年からあの激増しましてそれとそのちょうどアベノミクスの,その経済の効果とそれから国のですね政策で観光立国で今ビザの。 あの緩和等々で、はい、それがちょうどいいように、この重なってる感じなんですね。なるほどじゃ、あさぞですね。さぞ相鉄グループとホテルは儲かってるんだろうと思うんですけれども。<laughs> そこはズバリいかがですか。いや、あの、非常にいいと思います。えー、どのぐらいいいですか。 どのぐらい稼働率で言うと、そうですね。はい、稼働率は今あの私のあのシェラトンっていうのがございますね。はい、それとまあフレッサインという資格特化のホテル、それからまああの今度買収しましたサンルート。はい、シェラトンも90超えてますから年間で90%超えてます。はい、それからフレッサもほぼ90%。はい。 だからサンルートは今ちょっとあれですけど、まあ、80後半ぐらいの稼働になってますんで、うん、まあちょっと今までの新記録じゃないですかね。泊まる側としてはやはりサービスとか設備がものすごく気になるんですが、うん、VTR にもありました浄化システムの設置というのはあれはどういう思いい思でででされれたんすすかあれはですね今あの本当にあの最近のホテルはですね のお客様の多様化ということ言われますよね。で、私どもは本当にいろんなお客様が泊まっていただいて、その中でですね、いつでもあのホテルっていうのはこう付加価値を探してるんですね。で、その中で、あの結構外国人のお客さん多いわけですから、外人の方っていうのは、あの水に対して非常にあの敏感といいますか興味があるんですね。で、たまたま私どもはですね。 いろんなことを考えた中でグループの中にその浄水システムを売ってる会社で相鉄ピアウォーターという会社がございましてね今までは病院のあとはレストランとかその病院施設にはその浄水の仕組みをつくシステムを使ってたんですけども全館ですねその浄水の水で、えー、洗顔から歯磨きからあのシャワーそれから浴室と。 まあこれを全部でその水を使おうと、はい、でこれは非常に私はあの画期的なことだと思いまして今取り付けたばっかりですからこの反響が非常に楽しみでですねちょっとシャロトンの売りの一つにしようかなとこ、まあ、こんなことを考えています,そうですかお風呂にまで浄水した水を使うっていうのがぜいたくな感じですよね。 でもまあそういう話聞くとなおさらまあ今後のねそういうハイエンドに対するとサービスの提供っていうのをもっと充実させていけばいいのかななんて思うんですよね。ね例えばそのアジアなんかもこれから富裕層増えるし、日本でこれから2000万人ももうオリンピックまでで2000万人も受け入れていこうっていう流れですよね。でもう多分そこにとどまらずどん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 増えていくっていうふうな中で横浜にじゃあそういう素晴らしい。 まあ、横浜ベイシェラトンと並ぶようなホテルがたくさんあるかというとないですよねだったらもっと増やせばいいのになぁなんていうふうに個人的には思うんですけれども <laughs> そういう発想は投資の計画なんていうのはまだないんでしょうか、えー、あのおっしゃるとおりなんですね、えー、ただあのホテルもいろんなカテゴリーがありましてね やっぱり投資する時は投資の効果の一番いいところからいくと思うんですねまず宿泊特化型ホテルというのが今の時代の潮流に一番合いながらまた利益率というとこからいきますと事、ねはい、業性とい言った方がいいのかな。はい やっぱりそちらの方が先になるのかなと。なただおっしゃる通りにですね、これからあのやっぱりその富裕層の顧客というのは確実にあるわけですから。はい、これはこれで、えー、あのまるっきり興味はないということはないんですね。うん、ただまあプライオリティの問題でね、うん、まあ今予選はどうしても宿泊特化の方が先になるのかなと。宿泊特化型ホテルとは。 フルサービス型のホテルに対してその名前の通りレストランや宴会場などの療養施設を持たない宿泊に特化したホテルのことを言いい企業にとって利益率が高いといわれていますそんな宿泊特化型ホテルの一つ高い客室稼働率を誇る相鉄フレッサインはすべて主要駅から徒歩5分以内に立地2017年までにオープン予定のホテルを含めると そその数は神奈川、東京、京千葉、そしてて都を合わせて20点さらに2019年までに50ホテルのオープンを目指しているとのこと積極的な出店を続ける総鉄フレッサイン。多くの宿泊客から選ばれる理由は駅前という優れた立地を生かした宿泊プランにあるようです。 ここ横浜桜木町のホテルでも周辺の観光地を生かした宿泊プランを開発人気を集めています CM の後、人気の宿泊プランを紹介優れた立地を生かしてさまざまな宿泊プランを開発してきた相鉄フレッサイン観光地にも近い 横浜桜木町のホテルで人気を集める宿泊プランとはどんなものなのでしょうかこちらロケーション柄ですね週末なんかはカップルですとかファミリー向けのレジャー層が多くなりますので特にカップルに関しましてはみなとみらいの景色が見えるお部屋がございますのでそちらのお部屋を確約プラスワインとおつまみのついたプランですとか観覧車 の乗車チケットが付いたプランなんかが非常に人気が得ております。えー、まあ観光重視のお客様に関しては、えー、横浜からみなとみらい、そして中華街まで、えー、バスの方が走っておりまして、まあ赤い靴号というんですけれども、まあそちらの都地下鉄の一日無料乗車チケットこちらが付いたプランがございます。新たなホテルの形として注目される宿泊特化型ホテル、その先にある可能性とは。 いやこの宿泊特化型っていうね業態なんですけども、まあ、非常にこう新しい潮流という形で注目を集めてるんですけれども、まあ、そこに特化していくんだっていうところのその心はどこにあるのか聞きたいんですけども。今の時代の人たちっていうのは旅行する人たちが目的意識を持ってするもんですからそのホテルは 宿泊するとところなんだと何もそのゴージャスな宴会場があったりレストランがあったりするその豪華なホテル泊まらなくてもちゃんとした宿泊があればいいというそういう旅行者の,そのマインドが変わってきているんだと思うんでねそれと同時にホテルを経営する会社からし,しますとやっぱり利益があのこのゴージャスなホテルを作るよりもそっちの方が事業性が高いですからそこへみんな参入してきてると。 そうするとアジアなんかのお客海外のお客様もあの今そういうビジネスを取る欧米の人たちもそこへもう泊まるようになってるんですね昔かつてのビジネスを取るにアメリカ人が泊まるって考えられなかったですけども、はいはい、今私もの,その資格特化のこのフレッサーですけども20%も海外からのお客様は泊まってるんですね。<ー> まあ今はまあ大変円安っていうこともあってものすごくそういうような流れをがまあいつまでまあ続いていくのかなっていうまあ一つのリスク要因としてあります。えー、あともう一つオリンピック、えー、まあ一般的に言われるのはまあオリンピックまでねまあオリンピックバブルだよねと、えー、でその後はグッと落ち込むんじゃないかと、えー、まあそういうようなこともいろいろ言われていて。 考えられていると思いますけれども、はい、そこはどういうような見通しで出店をされていくんでしょうかあの、えー、私あのか為替の問題はですね、はい、これは一時的なもので、えー、基本はやっぱり需給のバランスで決まると思うんですけど圧倒的にそのアジアのマーケットは、うん、大きなマーケットは20億人の人たちがいてまあインドを外してですね、うん ここの経済が上がってきてるわけですからこの人たちが本格的にその海外旅行するようにもうすぐなるわけですから、はい、あーそういう意味ではですですから為替に関してはあんまり私は心配してませんしそれからオリンピックに関してですね皆さんやっぱりオリンピックの後を心配されますけども。はい あの私はそれも全然心配してなく、まあ、この今のインバウンドそれから経済状況で、まあ、ビジネス景気が良くなってきた国内のビジネスのお客様とか考えますとですねまあ,あのオリンピック以降全然心配私は全然心配してませんまだまだ足りないいぐらいですかもうだって20億でしょ、はいはい、20億のうちの10%で2億人いるわけですよね。はい、今日本人は10海外行ってんですよ、はい でヨーロッパはあのドイツとかあのフランスは二割三割の人が行ってるわけですよ。はい。10%で2億人いるわけですよね。2> 2すね。まあその旅行ができる,できる人たち。たちあのアジアで 2>,、はい、2億人ですよ。はいはい。1> で1%で2000万人いるわけですよ。<laughs> はい。1%, 1で。はい。でそういうようなものが今ず、はい、っとおそ、はい、らく私は来ると思ってるんです。CM の後はビジネスのヒゲ。 特徴ある企業やサービス商品を紹介するビジネスの冷えのコーナーですたまには屋上っていうのもいいかもしれませんよ炭火で焼く新鮮な野菜とジューシーなお肉この季節はやっぱりバーベキューですよねこちらは4月にオープンしたばかりのデジキューバーベキューテラスなんと機材の準備から炭おこしのサービス 食材の用意や飲み放題までを提供。まさに手ぶらで楽しめるということで話題沸騰のスポットですバーベキューといえば海や川のイメージですが実はデジキューがあるのは上大岡駅京急百貨店の屋上運営しているのは藤沢市にある IT ベンチャーデジサーフ創業者の高橋社長に伺いました もっと身近に便利に簡単にっていう言葉をですね、まあ、合言葉にして、えー、都心の中でバーベキューできるようなサービスを展開しているのがデジキューですうちの場合はそのアウトドアキッチンの場所を提供していると飲み物食べ物は自由に持ち込んでいただいて何回来てもですね楽しめるっていうのがあのバーベキューのレンタルサービスですねじゃあなんでデジキューかというとですねあのデジタルバーベキューサービスがデジキューなんですね でそれはあのバーベキュー場は予約をしないと取れないものなので IT、まあ、あがどうしても絡むと,ということでデジタルバーーーベキューサービスです現在全国におよそ30のバーベキュー場を運営それを一括で扱う予約サイトを提供することで利用者はいつどこの会場が空いているのか簡単に知ることができます。 さらにスペースを提供する百貨店にもメリットがあるようです。ご家族連れの方から、あとサラリーマンの方とかもですね。夜来ていただいておりますので、まあ今まで。当社に来たことがないような方も、お越しいただいているので、皆さんにお楽しみいただけているかなというふうに感じております。デパ地下で新鮮な食材を調達するお客さんも多いそうです。I. T. の力と。 ユーザー目線でバーベキューをシステム化。さらに屋上スペースの活用で新たな売り上げを創出するデジキューのサービス。きっかけはアウトドア好きの社長ならではのものでした。あの基本はやっぱり僕が遊んでて、これ不便だなと思うものを全部変えてってると。まさ、あ、にままバーベキューもそうですけれども、高いニーズであればあるほど人が集まりますから、そこに問題が生まれるわけですね。 でそれをちゃんとシステム化して事業者と消費者にですねワクワクするようなビジョンを実現してあげるこれがあのうちの使命だと思ってます。この夏はいつもと違う都心で便利なバーベキューを体験してください。いや百貨店の屋上でバーベキューっていうのは考えもしませんでした。うん、そうですよねもう本当に都会のど真ん中でバーベキューを楽しむ時代になったと。 すごいですねそんなに日本人バーベキュー好きなんですかいや実は、うん、バーベキュー市場っていうのは2370万人いると調査で言われていますそんなにいるんですか、はい、そんな調査があるんですかそうみたいです<ー>好きなんですね皆さんねいやちょっと好きすぎですよね2370 <laughs> 万人ですよね、えー、はぁ でもそこに注目したっていうことですもんね。うん、いやすごいですよね。そういう潜在的にねいるっていうもんまあいるんだろうなとは思ってたけども、えー、そこまでいると思いませんでしたよね。そこにパッとビジネスを提供するとなかなかまあニッチはニッチですけども、うん、鋭いなと。でもあれですよね。バーベキューって本当子供から、うん、まあお父さん世代も、はい、みんな好きですから。そうですね。なんかいろんな世代の人が例えば百貨店とかに行くわけですよね。うん、はい。 ままたたななんかそそそこででで新たな動きも生まれそううすすよね、はい、そうですね今日は買い物した後バーベキューだよワーイっていうね <laughs> そういう会話がちょっと思い浮かびすよ、ね、面白いですね。はい、鈴木社長のお話からもやはり宿泊業界盛り上がっているなと感じたんですが、はい、最後に内田さんが感じた神奈川経済の今を今日のアップトゥーデートとして出してもらいます。はい、お願いしますすこちらで億億人 2> 2億人 鈴木社長がアアジアの人口まあこれからはもうアジアがこれからどん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 日本にやってきてくれるというふうに言ってましたけれどもアジアの人口がまあ20億人としてその10%を富裕層としても2億人まあそういう旅行をねしてくれるであろう潜在的な人口は2億人いるんだとで結局まあそういうアジアの力みたいなものをいかに日本がこう受けるか。 取り入れるかとということが、まあ、日本経済にとって非常に重要なことになってくるという意味ではですね非常にまあ攻めのけどんどんやっていただきたいしこういう2億人の数っていうものをいかに取り込むかここが勝負になってくるのかなという思いを込めて今日は2億人にしましまた、はい、さて来週は鎌倉に根ざす伝統ある企業の新たな取り組みをご紹介します。 明日の経済を胃袋から支える明日飯。今日のお店は、港未来線新高島駅近くの人気店、コーロアン。2002年にこの地にお店を構え、たくさんのビジネスマンの胃袋を満足させてきたお蕎麦屋さんです。そして、こちらの人気ランチメニューが、刻みカモスセイうーん、美味しそう。カモの風味がたまらない漬け汁とコシのあるお蕎麦。 これで午後の企画書作りにも力が入りますそれでは明日も頑張りましょう